こんにちは、クメフローズです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。うわさ、いいね、ヒロト気持ちいい。やっぱヒロト、やっぱそうですよ。何やってんだよ。こっちはもう怒り爆発ですから。もう今なんで怒り爆発なの？どうしたんですか？どうしたの？一回カンカンだよ、もう。何急に？まあ後で言うよ。どういうこと？今言えよ。カンカンですわ、はい、このクメフローズのこのブロスブランドですよね。あ、これですよ、見てください、うん、はい、満を持した、はい、リリースですけど、はいはい、お前の、うん、まあ兄ちゃんファッショナブルじゃないんで、僕だけ見てもらえれば大丈夫だと思いますね。お前の、はいはい、過剰なほどの花粉症、はい、あれのせいで完全に霞んでる、はい、あ、どれ、何が？ブロスブランドが霞んでる。もうコメント欄見てください。今ここに出してください。ポン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 、はいはいはい、もう花粉症の内容でほとんど埋め尽くされてます。なるほど。これはもうマイナスプロモーションもいいところで、はいはいはい、これはひどい回だと思ってね。なるほど。今日はあの僕もブロスブランドのこのパーカー着て出陣したので、はい、なるほど、はい、じゃあちょっと後でブロスブランドのちょっとセールストーク入れていただいていいですか？ちょっと皆さんすいません、ちょっと今回のやつやったら、はい、コメント欄はもうブロスブランドのパーカーで溢れてると思うんでね。ブロスブロスって何てことコメントブーン出てるから。わかりました、はい、じゃあちょっと、はい、今からやってもらいたいと思います、はい、とりあえずちょっと波チェックも行きたいね。はい、はい、さあということで、はい、兄ちゃんのファッションチェックよりもまずは今の状況をちゃんと説明したいと思います。大抽選ですね、そっちが。そうです、その通り、分かってきたね。はい。今日ちょっとね、朝はもう爆風だったんですよ。はい。そう、それが夕方にかけてこれでもだいぶ落ち着いてきて、おうおう、波が風波でアップしてて、はい、前回と状況一緒ですね。そうですね、うん、やっぱこの時期はもう夜のうちから朝にかけてブワーってオーシャン吹いて、はい、こう急にちょっとだけ弱くなったり、うんうん、いい時ではオーシャンに変わったりするんですけど、なるほど。今日はそういう状況なんで、また夕方ワンセッション、まあ、波質を選ばなければ全然できるんじゃないかなっていうことでポイントチェックね、はい、しに時間もあんまりないんで、そうそうそう、ちょっとあと潮のタイミングも今引きにかけてていいと思う。確かに、はい、あの松とか見てもらうと分かる。まだ全然風は止まってないんだけど、吹いてますね、まだ。でもさっきよりかは全然弱くなってるんで、うん、波は絶対あると思うんで、はいはいはい、ちょっとオンショアセッションできたらなっていうふうに思います。ちょっとチェックですね、お願いします。はい、強いっすね、これ。まだちょっと風強いけど、どうします？できなくはないけど、できなくはないね。あれとかどうする？いやー、なんかこういう時難しいっすね。難しいね。波の質をちょっと上を求めて風をかわすところに逃げるか、はい、風食らってるけどうねりを拾うところでやるか。なるほど。ちっちゃそうだね。ここでもありだね。ちょっとうまくつなげます。やりますか。やりますか。せっかくなんで、はい、はい、せっかく波あるんで、風も食らってるけど波があるっていうところを、はい、チョイスしたいと思います。わかりました。行こう、行こう。はい。あれ、アキト、あ、来るって言ってたよ。おー、準レギュラー、準レギュラーの座をだいぶ下がってた。このブロスブランドの、はい、チームユニフォーム、スウェットのセットアップ、ただいま予約販売中なので、はい、まあ、ぜひね、興味ある方は、オンラインショップの方へよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。何やらもうすでにオーダーがもう入り始めてるということなんですけれども、すごい、めちゃめちゃ まずね、ちょっとお礼言いましょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、まず一言、造反お願いします。いや、予約販売だからあれなんですけど、もうドサッと来ちゃう。もうドサッと来ちゃいます。わかりました。じゃあちょっとそのプレゼンお願いいたします。はい、いいですか。すごいみたいな、ヒロット大丈夫かな。もう今日ちょっとしっかり仕込んできたんだ。大体何だそのバッグは。開けて。まあこのブロスブランドね、見ての通りこう黒のセットアップなんで、そうですね、やっぱ差し色を入れるともっと見え方変わりますよっていうのをちょっと見せたいんですよ、僕。なるほど。まあちょっとこういう感じで、はい、頭に最近お気に入りのこのグッチのハイブランド。それ言いたいだけじゃん。それ言いたいだけじゃない。マジっすか。やばくない。
どういうことっすか。なんか俺はグッチのハイブランドみたいな。お前それ言いたいだけだろ。ひどいな。ひどいやつだよな。はい。すみません。信じらんねえよ。僕がおすすめするこう、はい、差し色っていうのをねちょっとお届けしたいんで、あとコメントにもここに出してください。お兄ちゃんとヒロト君のコーデも見たいですっていうのを来てたんで。はい。じゃあもうさーっといきます。はい。ちょっと 春先のす暖かい時、あ寒い時のアウターコーデ。したことないから。髪すぎてさ、例えばハットの色を変えるだけでもうガラッと雰囲気変わります。おー色あるね。ニット防災お、ブラウンのベージュのニットとか、ちょっとオールブラックでまとめたいなんていう人、例えばこういうね、ちょっとくるって回って全身見せてくれる。おーとかね。いいんだけどさ、はい、俺らやっぱこれ作った時にさ、何を一番こだわったかっていうとさ、はい、袖の黒黒チェックなのよ。そうですね。上着たらさ、見えなくなるじゃん。じゃあこれさ、涼し寒い時はそういう風にやるとあったかもしれない。でさ、あとさ、帽子が変わってるだけなんだよ。いや、そうじゃん。本当に何すか、コントっすか。帽子が変わってるだけなんだよ、さっきからね。意味ないんだよ。シンプルに、はい、こういうのだから帽子が変わってるだけなんだよ。でこうすることによって、はい、春先とか秋が深まった時期だったりとかは、アウター羽織ると秋が深まった時期。もう冬ですね。もうなんか冬っていう時、もう冬だなっていう時、もう終わっちゃいますよ。1年後じゃん。冬だなって時期。あと親父がよく持ってるこういうウィンドブレーカー。こういうの怒られるよマジで。もう着てもらうと、着てもらっても、はい、サイズ感が非常にいいので、ジジ臭くならないと言いますか。何にも変わってないんだよね特に。いや今結構、あこういう着こなしもあるんだって思ってもらえてると思う。よく分かんないよ。いやバケハのレパートリーそこだけなんですよ。バケハのレパートリーお兄ちゃんえぐいってなってる。でも一つ言いたいのが、はい、まあいろんなのこう着ても、はい、意外に、ね、こう上のパーカーの方に目が行きがちなんですけど、はい、この下のズボンが、はい、いいストレートシルエットだから、ね、確かに結構上なんか羽織っても似合うんですよ、はい、なるほど。ジャケットとか羽織っちゃうとさ、下のこうバルーンだとちょっとこう上下のバランス取りづらいんだけど、はい、これじゃもう双子コーデなのよ。ただの黒なんで何でも合わせやすいから、差し色が生きてくると言いますか。はい、こういうちょっとおしゃれな使い方もしていただければ、スムブローズこのブロスパーカーセットアップ、使いこなしていただけると思いますので、ぜひこちらですね、どちらだよこちらの方に受注できますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。俺なんかキャンセル出たと思う俺これで。本当に浩平くんの着こなしがやっぱうまいっすね。普通でしょ。俺普通なんだよ基本。やっぱこのフードの紐はやっぱ止めた方がいいっすか。やっぱ俺はこういう方が好きだね。ベローンってなってるよりか、なんか蝶々結びで。気になったのが、めちゃめちゃいいなって思ったのが、はい、フードが立ってるんですよちゃんと。お。いいとこ気づくね。はい。これね、テンオースって言って結構ね、ちゃんと厚みがしっかりしてるから、フードが立つんですよ。うんうんうん。生地が薄いやつだとこうピチョンってこう、ね、ベローンってなっちゃうんだけど、はい、ちゃんと厚みもある生地なんで、そうフードがしっかり立つんだよね、うん、あとはこう深めだから、うん、あそうなんだよ。このフードもねすごい深めだから、大きくここのさ盗人じゃん。ただ俺が言ってるのでもさ分かる、ここがさこの間口がさこうキュッてなるとさ、そう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 、これなんかちょっとさ顔でかく見えてダサいじゃん。だけどここがこうゆったりするから、はい、で最後にちょっと本当に真面目なのは、はい、見たいって言ってたから、うん、で兄ちゃんはやっぱ L 着てると僕よりこうちょっとゆったり見える。はいはいはい、確かにゆったり見えますね。ジャストサイズで着ると僕みたいなこう結構スポーティーな感じに、うんうんうん、多分なるんだけど、
みーちゃんはどっちかっていうと、はい、まあ、L でこうゆったり来てる感じ。そうです、はいはい、だからその辺も参考にしてもらえればいいなって、はい、興味のある方はチェックしてみてください。3月いっぱいまで予約販売受け付けておりますので、なるほど、はい、よろしくお願いいたします、はい、次はちょっとヒロトの XL コーデ、あー、いいっすね、どっかで紹介したいんで、はい、はい、キャップばっか持ってくんじゃねえぞ、頼むよ。兄ちゃんこんな感じだったから、これは超えてくれよヒロト、任せてください。わかりました、はい、はい、ということでもう日が暮れるんで海行きたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、しまうのめんどくせえな。風が弱くなるんじゃないかっていう山を張ったんですけども、はい、そんなに弱くならないです。外れましたね。なぜ外れたかというと、アキトが止むって言ってたんで、はい、これ見切れてると彼は思ってると思うんですけど、ガッツシュ映り込んでますね。はい、嘘でしょ。油断してた。登場してます。すごいね。そうやって止むよ、止む、止んでくるよ。どう、嘘つきじゃん。じゃあ聞いて聞いて、ノーバディよ。テンション上げてこうよ。こんなん入らないよ。めちゃめちゃ見るから流れてるもん。ゲットがね、大変そうだね。めちゃめちゃ流れてるし、ゲットも大変そうだし、これはもう見渡す限りノーバディです。ノーバディだ、ね。ノーバディですね。すごい。まあでもなんか波はやっぱありますね。はい、割れてはいます。でもちょっとトリッキーだね。やっぱ温床で崩されてるから、急にこうポンってくるから、そこにどううまく合わせていくかっていうのが今回の攻略の鍵となってると思うんですけど。こんな感じ。ここまで吹いてんのは久しぶりだな。ね、いい波やりすぎなんだよ。そんなこともないけど。逆にそこまでじゃないんだけど、こんな温床はやらないな。やってないだって流れてるよ、すごい。見てもらえば分かるけど。だからそこはね、やっぱ気をつけるポイントですよね。確かに、うん、風が吹いて波上がってよっしゃーなんだけど、流れもやっぱり出てきちゃうよね、はい、うん、まあ、その辺も気をつけながら行っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、これありがとうございます。トイ JP3 ありがとうございます。トイ JP3 です。でこういうちょっと日本の波は悔しいかな、はい、調子いいです。あざーす。でフィンは、はい、フューチャーフィンのフルカーボンベーパーコア。なるほど。やっぱトイ JP3 はちょっと固めのフィンをセッティングするとね、よりテールの操作性が良くなるんで、もうこれです。なるほど。以上。さっさと行こう。もう。飽きた。最近。安心して手抜いてる。だからちゃんとサーフィンで見せてくれないと、はい、カットします。ノー登場ですね。もうずっと顔にモザイクかけとくから。了解です。あ、でもみんなでちょっと楽しそうなんで人もいないし、はい、ちょっとその辺でやってきます。はい、お願いします。
疲れ様でした。お疲れ様です。いやちょっとできましたね。はい、風も弱くなってやばいです。今のこの絵やっぱり綺麗じゃない。やばいっす、超綺麗。やっぱり綺麗ですよ、見てくださいこれ。マジでやばいね。まあでも最後ちょっと風も弱くなって波できて最高だなって感じでしたね。ただ無人のピークのはずなのに前撮りしてこようとするんですよ。見た？見ました、撮りましたよ。兄ちゃんに関してはもう思いっきり前撮りしてリップしてるし、アキトはもうテイクオンしてるのに差し撮りしようとしてるし、もう波乗りたすぎでしょ。やばいでしょ。でも2人とも結構乗ってなかった。乗ってます、乗ってますね。貸し切りでできてよかったなって感じでした。あとやっぱ波が見た目よりサイズある。へえーうん、どんぐらいですか。肩が、ああ行くよ。あれ何、肩ぐらいある。結構ありますね。人がやっぱいない時に波見るとどうしても乗れるかなっていうふうに思いがちなんだけど、はい、意外に沖入っていくとワンツーサイズでかかったりするんで、はいはい、その辺は気をつけてほしいなっていう感じですね。流れもあるし、やっぱ人が誰も入ってないと波ってちっちゃく見えがちなんですよ。で意外に入るとでかいなみたいな感じになるんで、はい、あとは2人が上がってくるのをちょっと待ちたいと思います。はい、それにしてもやばいわこれ、見てよこれ、やばい綺麗じゃないですかこれ、ほらずーっと、うわうわー、これ得しました。やってよかった、これだけで気持ちが現れます。やばいよヒロト、超綺麗で、超綺麗だよこれ、やばいです。この絵面もやばくないほら、やばい、やばいよね。はい、ということで最後待って話聞いていきたいと思います。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。最後撮れた、最後お願いしました。本当に秋田の逃した。最後秋田逃しました。俺のアーティスティックな俺の写真を撮ってって言ってた。ありがとう。いやいやいや、許してください。見てよ、あれ海だろ。見てよあれ、やっぱくない？あれもう絶景だよ。おお。こっちの方が撮れ高あるわ。あるの。俺がこうやってちょっと色々撮ってよって言ったら秋田リップバーンやって、いやねこっちの方が全然いいよ。もうこれやばいね。こんなんないね。やばい、うん、最後兄ちゃんの撮れた？若干ちょっと最初撮り、バスのさ、リアさっきが、えバスちょっと、どれに怪しかった、はい、すみません、あっち行った、オッケー、今日はオッケー。いやでもできましたね。なんとか、まあなんとかね、ちょっとでもね、合わせきれなかったね、非常に難しかった。でも最後のとか良かったけど、最後のだけね。あ、そうなんだ。ヒロトも、ゆうへいくん、ブチ切れてます。言ってたよ。ね、最初に、アキトが全然仕事しなかったら、あいつのことずっとモザイクかけるって言ってたんだけど、アキトめっちゃ乗ってたよね。はい、結構乗ってました。マジ？はい。アキト仕事したから、はい、モザイクかけずに使いたいと思います。危ねえ。ありがとうございます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 。なんかあれだよね、やっぱこうさ、こういう波だとさ、どれがいいっていうのってこう乗ってみないと意外と分かんないからさ、確かに、ね、乗ってみて判断するっていうのは結構重要だよね、こういう話だと。まあ今日は本当にね、準レギュラーのお二人が今日遊びに来てくれて、俺が準レギュラーなんか最近秋田もね、ちょっとサボり気味で、こう準レギュラー落ちしてるんですけど、危ねえよだからまた引き続き二人にはね、はいはい、頑張ってもらってレギュラー目指して、そうですね、うん、今日のなんてトークも全然キレキレじゃなかったじゃん、はい、滑ってたよな。いや今日ちょっと俺ほんとねひどかったわブランクがブランク今日来れなかったら終わってたぜ俺らボツだったぜ。いやよかった、でも綺麗なね、すごいよマジで綺麗、やばいっす、ほんとにやばいっす。でもほんとにいい日でしたよ。はい、いい日でした。はい、ということでね、まあ風がこれからね春で続くと思うんで、はい、
まあ、秋田の言うように風も弱くなってね、はい、あのそういう状況を判断してもらえればコンディションはまあ難しいんですけど、いいのっていうのはサーフィン練習できると思うんで、はい、のサーフィンも頑張って行ってやっていきましょう、はい、行きましょう、はいはい、ということで素敵な週末をお過ごしください。クベプロでした。ハッピーウィークエンド。ハッピーウィークエンド。ありがとう。ありがとう。にしてもやばい。